スリビジャヤ航空はスマトラ島をベースにインドネシア国内の都市を結ぶインドネシアの航空会社である。インドネシア国内線のシェアは13%第3位である。かつて栄えたシュリービジャヤ王国から名付けられた。2018年ガルーダインドネシア航空とコードシェア提携を始めた。インドネシア国内では最も安全なステージ1に分類。主に インドネシア国内線を運行している。スマトラ島を中心にジャワ島、カリマンタン島、スラウェシ島、および西ティモールのクッパンや西パプア州などを結んでいる。デンパサールからディリ、メダンからペナン、デンパサールから中国路線への国際線を運行している。また、かつてスラウェシ島北東部のマナドより、フィリピンのダバをジャカルタからシンガポールも運行していた。 2018年9月現在事故後の62便2008年8月27日に、ジャカルタ発ジャンビ港の国内線62便が、スルタンテハ空港でオーバーランし、乗員乗客24人と地上の2人が負傷し、地上の1人が死亡した。2021年1月9日の現地時間14時30分,分頃に、ジャカルタ発ポンティアナ区業の182便が、 スカルノハッタ国際空港を離陸直後に、ジャワ海へ墜落。乗員乗客62人全員が死亡したと推定されている。ありがとうございます。